皆さんこんにちは、ビムチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。前回なんですけども、作った棚をですね、プロジェクトファイルにロードして動作確認ということを行ってまいりました。今回はその棚にですね、マテリアルを設定すると、マテリアルのパラメータを設定してマテリアルを設定するということをやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまずはですね、下準備といたしまして、プロジェクトファイルをですね、立ち上げたいと思います。はい、前回からの続きなので、もうすでにですね、プロジェクトファイル作っていると、まあ、前回の続きでやってるよっていう人は関係ないんですけども、今からですね、作業を開始される方はこの作業をしておいてください。それではですね、ファイルタブ、それから新規作成、それからプロジェクト、こちらをクリックします。そしてこのままね、 OK をいたします。はい、新しいですね、プロジェクトファイルを開きました。で、簡単にですね、壁だけ書いておきたいと思います。壁、それから衣装、それから上方向に、2レベル、レベル2に向かってですね、一般壁、標準の 200mm、こちらでいいと思います。じゃあ適当にですね、こういう感じで壁を書いておきたいと思います。はい、こちらはですね、前回までやっていった作業でございます。そしてもう一回ファミリーの方に戻りまして、棚のファミリー。これが前回まで作った棚のファミリーです。こちらはですね、プロジェクトにロードしておきます。プロジェクトにロード、こちらをクリックいたします。そして壁際でですね、適当にクリックして配置していきたいと思います。でですね、これがですね、前回まで作った棚のファミリーなんですけども、ここのですね、インスタンスパラメータのところですね、こちらにですね、マテリアルっていうパラメータが今ないですよね。ここにマテリアルのパラメータを追加していくということを今からやっていきたいと思います。はい、下準備ができましたので、マテリアルを設定していきたいと思います。まずはですね、ファミリーのデータに戻ります。棚のファミリーに戻ります。はい、マテリアルの、ね、作成方法なんですけども、まず管理タブ、それからマテリアル、一番左ですね、こちらをクリックいたします。はい、そうするとですね、マテリアルブラウザのボックスが立ち上がります。そしてですね、ここはですね、標準ではたったこれだけしかないので、ここにですね、ペイントというマテリアルを追加していくと、新たに作成していくということをやっていきたいと思います。まずはですね、このマテリアルライブラリって書いてあるんですけど、この右側ですね、この矢印を押してください。そうするとこういう風にね、上に上がります。でですね、さらにですね、ビューを変更しますというボタンを押します。そうするとここに AEC マテリアルというものがあるので、こちらをクリックします。そうするといろいろね、こう出てくるわけでございます。これはですね、標準で用意されているマテリアルになります。そしてですね、この教科書ではですね、その他っていうのをね、この左側から選んでくださいというふうにあるんですけども、ちょっとなぜか私の方はですね、その他の項目がなくてですね、これはですね、もしかしたらバージョンのせいかもしれません。私はですね、2021でやっていっております。でですね、その中のですね、ペイントというものを探します。アイウェオ順になっているので、ちょっと真ん中の方ですね、真ん中の方にペイントというものがございます。で、このペイントにカーソルを合わせてですね、そうするとこの上の矢印ボタンが出てきます。この上矢印ボタンをクリックします。そうすると上の方にですね、移動したというか追加されたということになります。ここに追加されてようやくですね、プロジェクトマテリアルって書いてあるように、プロジェクトファイルで使っていけるというようなイメージですね。このファミリーにも適用できるようになるということでございます。ではですね、追加できましたので、この下ボタンですね、矢印で閉じていきたいと思います。じゃあこのペイントですね、これから色を設定していきたいと思います。まずはグラフィックスの方のシェーディングですね。ここにレンダリングの外観をしようというチェックボックスがあります。これをチェックを入れていきたいんですけども、その前にですね、もともと標準の色はですね、グレー色になっております。120、120、120。で、外観の方を見てみると、242、242、255という色が与えられておりまして、これは別にこうクリックするとですね、自由に変更できるんですけども、今回はとりあえずね、デフォルトのままでいきたいと思います。で、仕上げもですね、光沢ですかとかですね、プラチナですかとか選ぶことができます。塗布方法ですね、塗布方法もブラシですか、ローラーですかとか、いろいろ選ぶことができます。で、先ほどのグラフィックスに戻りますけども、このレンダリングの外観を仕様にチェックボックスを入れることによって、この外観で設定されている色がですね、そのままグラフィックスの方にもこのように適用されるということでございます。先ほどは120、120、120のただのグレー色だったんですけども、このチェックボックスを入れることによって、242、242、255の色に変更されました。じゃあこの状態でですね、適用して OK を押していきたいと思います。以上でペイントという名前のですね、マテリアルを作成することができました。続きまして、先ほど作ったペイントのマテリアルをですね、棚に設定していきたいと思います。現在ですね、棚のファミリーの 3D ビューを開いておりますけども、この下の方ですね、表示スタイルクリックしてください。そして今私ベタ塗りにしてるんですけども、シェーディングに設定いたします。はい、そうするとシェーディングという感じで、光の加減もね、ちょっと加わった感じの表現になります。で、この状態でマテリアルを設定したい棚をですね、選択いたします。まずはですね、この棚板をクリックします。
そしてコントロールを押したまま下の棚をクリックします。棚板をクリックします。そして外側の棚板をクリックすると、この3つに関してマテリアルを設定していきたいと思います。そうすると家具3というふうになります。ここで注意点なんですけども、この一括でですね、こういう範囲選択でガバッと選択することもできるんですけども、そうするとですね、共通の4というふうになって、選択したくないですね、マテリアルを設定する必要のないボイドまで選択されてしまいますので、あくまでも一つ一つですね、選択してください。棚板で外側の棚という感じですね。家具3というふうになっております。この状態でプロパティのマテリアルですね、このカテゴリー別になっているところ1回クリックすると、この分かりますでしょうか、この3つね、丸ポチがね、現れるんですね。ちょっと非常に見にくいんですけども、これをですねクリックします。そうするとマテリアルブラウザが立ち上がります。ここでですね、先ほど作ったこのペイントですね、こちらをクリックしてあげて、選択してあげて OK を押します。はい、そうしますとこのような形でペイントのマテリアルを設定することができました。ちょっともともとグレー色だったのがですね、ちょっと白っぽくなったのがね、確認することができると思います。はい、ここにですねヒントが書いてあるんですけども、この状態で棚ファミリーをプロジェクトに再ロードするとペイントのマテリアルが適用された状態にはなりますけども、パラメータ化されていないため色を変更することはできませんというふうに書かれております。要はですね、今ペイントっていうマテリアルは設定できたんですけども、プロジェクトファイルの方で色を変更することができないということなんですね。なので次の項目でマテリアルパラメータをですね設定していきたいと思います。はい、それではですね、マテリアルパラメータを設定していきたいと思います。まずですね、先ほどと同様にですね、棚板2つと外側の棚、この3つをですね選択してあげます。そしてですね、続きましてマテリアル、こちらまでは一緒なんですけども、先ほどはですねこの左側の3つの丸ポチをクリックしたんですけども、今度はですね一番右のこの四角ですね、ちょっと非常に分かりにくいんですけども、このファミリーパラメータの関連付けというものをクリックします。そうするとこのようなボックスが立ち上がります。そしてですね、今はなしというふうになっておりますので、左下のですね新規作成、新しいパラメータというものをクリックします。そうするとですね、パラメータープロパティ、この見慣れたボックスが立ち上がります。ここでですね、まず名前のところですね、マテリアルというふうに打ち込みます。はい、マテリアルと打ち込みました。続きまして、パラメータグループのところですね、こちらマテリアル仕上げというものを選択してあげます。で、他にもですね、寸法とか、今まで寸法が多かったと思いますけども、今回はこの上の方にあるマテリアル仕上げ、こちらに設定してあげます。そしてさらにですね、パラメータタイプですけども、タイプパラメータではなくて、インスタンスパラメータの方にチェックを入れます。この状態で OK を押していきます。そうするとここにですね、マテリアルというものが追加されました。この状態で OK を押していきます。はい、この状態で、マテリアルパラメータを設定できたんですけども、念のためにですね確認をしていきたいと思います。まずは作成タブ、それからプロパティのところにですね、ファミリータイプ、こちらございます。こちらをクリックします。そうするとこのファミリータイプのところにマテリアルの項目が追加されておりまして、括弧規定値ということは、こちらはインスタンスパラメーターなんだなということが確認できます。そして現状はですね、ペイントというふうになっておりますけども、こちらね変更することができますので、この状態でパラメーターが設定できているなということがですね確認できます。では確認できたので適用して OK を押していきたいと思います。はい、それではマテリアルが設定できましたので、プロジェクトにですね再ロードしていきたいと思います。一番初めの下準備のところで作成しておいたこのプロジェクトファイルですね、これ現状はですね、これ 3D ビューちょっと開いてみたいと思いますけども、はい、こういう感じで棚がですね、これ元々の古い棚のファミリーなんですけども、配置されております。で、分かりやすいようにですね、この表示スタイルをですね、ベタ塗りの方に設定いたします。まあ、シェーディングにしましょうか。シェーディングにしておきます。そうするとこのような感じのですね、グレー色になっております。現状はこの状態なんですけども、先ほど作ったですねこのペイント、この白っぽいねマテリアルが設定されているこの棚をですね、先ほどのプロジェクトファイルに再ロードしていきたいと思います。はい、それではですね、まずは修正タブですね、修正タブ、そしてプロジェクトにロード、こちらをクリックします。そうすると現状開いているプロジェクトファイルに飛びますけども、その時にですね、既存のバージョンを上書きするというものと、既存のバージョンとそのパラメータ値を上書きするというこの2つ、どちらにしますかというものを選びます。今回は上側をクリックしたいと思います。はい、そうするとですね、棚をですねここで配置できるはずなんですけども、ちょっとできておりませんので、手動でですね配置していきたいと思います。建築タブのコンポーネントでコンポーネントを配置、こちらをクリックします。そして棚、過去二紙の先ほど作ったものになってますから、一個適当にですねここでクリックしたいと思います。この状態でですね 3D ビューにちょっと行きたいと思います。はい、そうしますとこのように棚のファミリーが2つ配置されております。それではマテリアルがですねちゃんとねパラメータ化されているかどうか、ちょっと確認していきたいと思います。こちら片っぽ1個クリックします。
そうすると、はい、このインスタンスパラメーターの方にですね、マテリアルペイントというものが追加されておりまして、これクリックして3つのですね、丸ポチ、こちらをクリックすると、自由にですね、このように変更ができるということでございます。それではですね、1個ね、マテリアルをね、変更してみたいと思います。上の方にですね、チェリーというマテリアルがございます。このチェリーというものですね、こちらをクリックいたします。そしてですね、OK を押していきます。そうすると、はい、インスタンスパラメータの方がですね、チェリーというふうに変わりまして、で、これキャンセルボタンを押すと、はい、こういう感じでですね、色が変わるということなんですね。で、注目すべきはインスタンスパラメータにしたので、この元々のやつはですね、元々置いてあった方は、ペイントのマテリアルのまま。そして今変更したので、こちらがですね、チェリーになっているということでございます。でですね、もう一度ですね、チェリーのところ、こちら、3つの丸ポチ、こちらをクリックします。チェリーのマテリアルの内容についてちょっと確認したいんですけども、このグラフィックスのシェーディングのところですね、こちらにこういう肌色みたいな色が元々設定されております。で、外観の方を見ていきたいんですけども、外観はですね、木材というもので、イメージがですね、この木目があるやつですね、こういうものに設定されていると。さらにステインのところにチェックが入っていて、ちょっと濃いオレンジ色みたいなね、ステイン色、こちらが設定されております。でですね、この状態でちょっと OK を押してみまして、で、現状はですね、ただの肌色になっております。これなぜかと言いますと、この表示スタイルですね、こちらクリックしたときに、今シェーディングになっているからですね、シェーディングで設定した内容が反映されていると。これをですね、ベタ塗りにしてみます。そうすると、まあ、光の加減が変わるんですけども、光の加減がなくなるんですけども、色はですね、単純な肌色のままということでございます。で、さらにですね、変えてみたいと思います。この表示スタイルで、リアリスティック、一番下、こちらをクリックします。そうすると、はい、このようにですね、木目が出てくるんですね。こういう感じで木目が出てきます。で、ちょっとステイン色もですね、追加されておりまして、ちょっとオレンジっぽいね、感じになっていることが確認できますね。なので、ここでわかるように、リアリスティックにすることによって、先ほどのですね、外観のところが適用されるということでございます。じゃあもう一回ですね、こちらクリックして、マテリアルのチェリー、この3つ丸ポチですね、こちらをクリックします。で、もう一つですね、ここのレンダリングの外観を使用、ここにレチェックを入れることによって、外観で設定されている色、こちらが設定されていると。まあ、このステイン色にはならないんですけども、おそらくこのイメージで使われている色ですね、そちらが適用されるということなんだと思います。こちらで適用して、OK をします。現状はですね、リアリスティックになってますけども、これをシェーディングにちょっと戻したいと思います。そうすると、まあ、肌色、まあ、あんまり変わりがね、変わり映えがしませんけども、まあ、一応シェーディングのですね、あの外観の色が適用されたという状態になっていると思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、タナファミリーにマテリアルパラメータを設定する方法について学んでいきました。今回でですね、チャプター3のタナのファミリーを作成する回は以上になります。次回からはですね、いよいよ窓ファミリーを作成するチャプター4の方に入っていきます。このチャプター4がですね、この本のメインじゃないかなというふうに思いますので、しっかり学んでいきたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。